ヨハナ史上浮きない横串とは歌舞伎の演目の一つ。嘉永六年五月、江戸中村座にて初演。九幕十八場。三代目瀬川は女高作。通称切られ夜造乙見夜サブロー元治天など世話物の名作の一つに数えられる。ヨハナ史上浮きない横串源治天正宅の場の五代目尾上栄サブローの乙見と五代目小野菊子郎の夜サブロー。 明治25年9月、東京歌舞伎座。江戸の大田内津屋の若旦那の与三郎は、ゆえあって、身を持ち崩し、木更津の親類に預けられていた。春の潮干狩りの自分、木更津の浜をぶらついていた与三郎は、おととすれ違い、互いに一目惚れしてしまう。ところが、おとは、地元の親分、赤間源左衛門の目かけだった。その上司は露見し与三郎は、 玄左衛門とその手下にめったぎりにされるが、玄左衛門は、このよさぶろうを、ゆすりの種にしようと、すまきにして、木更津の親類のもとへ担ぎ込もうとする。一方その場を逃げ出したおとみは、玄左衛門の古文の海松食いの末に追われ受水するが、木更津沖を船でたまたま通りかかった、泉屋の大番頭を田沢衛門のに助けられる。そして、それから3年、 与三郎はどうにか命を取り留めた者の家を感動されてブライカンとなり、34箇所の刀傷の跡を売り物にする高傷の余裕として悪名を馳せ、お女は田紗江門ののめかけとなっていた。ある日のこと、与三郎ろうは殺つき、仲間の川堀り安に連れられて金をねだりにあるめかけの家を訪れた。ところがそこに住む女の顔をよく見れば、 なんとそれは三年前に別れた霧の乙女である。片時も乙女を忘れることのできなかったよさぶろうは、乙女を見て驚くと同時に、またしても誰かのかっこいいものになったかと思うとなんとも腹が収まらない。やがてたさえもんのが来て、その鳥なしでよさぶろうとアンは金をもらって引き上げる。乙女は、たさえもんのにはよさぶろう兄がと言い繕ったのだったが、実は、たさえもんのこそが、 お富の実の兄であり、多佐えものはすべてを承知の上で二人の中を取り持とうとしていたのである。この後多佐え門のはお店からの呼び出しを受けて再び出かけ、泉屋の番頭頭八がお富を手込めにしようとするのを与三郎が助けるが、頭八が海松食いの松の兄であったことから、現在も一味の悪事を知り復讐を誓う。また、 刀傷を治す妙薬を知るなどの下りがあって、与三郎が、命がありゃあ話せるなぁと、お富を引き寄せるところで幕となる。その後の幕は、泉屋での与三郎のねだり、の神ヶ原での与三郎の捕獲、続いて、島めぐる食ためともという時わずの諸殺地があり、女子が島にたどり着いた、源のためともと島の女たちとの色模様を見せるが、 それは遠筒になって、島抜けをする途中の与三郎の見た夢であった。そして島を抜けた与三郎が、下男、中介の計らいで、父親の伊豆や騎兵にそれとなく会う上官豊かな、元山町、伊豆屋の場、平塚の土手で、与三郎が現在門と再会する世話だんまりの後、大詰めは、旧地の観音旧寺の自己犠牲で与三郎の傷跡が、消える、観音旧寺うちの場となる。 よはなしじょきなよこぐししょえに制作された、役者へ。左は八代目、市川段十郎の高傷の予像、右は四代目、小野枝枝光の現在門の愛称、おと三代目、歌川豊た国が長唄の四代目、吉村伊三郎が、木更津で若い頃に体験した実話をもとにしたもので、それが一リッター財布車などの講談となり、さらにそれを三代目。 瀬川は女皇の脚本で舞台化したものである。当初は、カエ6年3月、花発薬という鏡山物の,の2番目に、ヨハナシジョウウキナの横串の下台で出された世話物だった。ところが、いざ幕を開けてみると、この1番目の鏡山物が、不評、2番目のヨハナシジョウウキナの横串が好評だったので、後に5月になって、ヨハナシジョウ,ウキナの横串に、 大幅な増報を行い、余噺上浮きな横串と下台も改めついたちがかりの芝居にしたところ、大当たりとなった。しかしこの時も番付には、全部十二冊、または、十六冊と書かれてはいたものの、実際に上演されたのは八幕十三場であった。台本としては九幕十八場が伝わっている。本作の成功は八代目、市川團十郎のよ三郎によるところが大きかった。 生来のお坊ちゃんが色濃い沙汰でよたものに転落し、いきなり突っ張ってみても、どこか甘さとひ弱さが同居する。そんな役柄の与三郎に、八代目は人がぴったりと、あった。女皇の狙いもそこにあったと見られる。しかし江戸での大成功の翌年、その八代目が、大阪での本作の初日を控えて、謎の自殺を遂げると、以後幕末から明治にかけて、 本作はほとんど上演されなくなってしまった。実質的に作品が復活するのは、明治末年になってからのことで、十五代目、市村宇左衛門の与三郎、六代目、小野枝梅光の乙と四代目、小野松助の川堀安で、現時点が上演されると、これが大評判となる。十五代目、宇左衛門の任も与三郎にぴったりあったのである。以後、現時点は、大正から、 昭和の初めまで繰り返し上演されるようになり、歌舞伎を代表する演目の一つとして定着した。現時点、正宅六代目、小野枝江光の乙女、夕夜からの帰りの様子。戦後は十一代目、市川段十郎のよさぶろうと七代目、小野枝江光の乙女、十五代目、片岡二左衛門のよさぶろうと五代目、坂東玉三郎の乙女、というように、 その時々の美形の組み合わせで上演されるのが特色となっている。ただし、序幕の木更津浜辺の場と三幕目、現時点小太の場だけが演じられるのが普通で、現時点においても現在は泉屋に行こうとする田紗江門のが乙女に実の兄だと明かすところで幕となる。本来の内容では田紗江門のは兄だと明かさずに出かけていき、 その後、翔宅の様子を伺って隠れていた与三郎が、再び乙女の前に現れて、以降の下りは、上演時間の都合もあってほとんど出されることがない。三幕目までのもの。三幕目、現時点翔宅の場よりよさぶろうの名家博。諸女伊藤吹奈横串より三代目、沢村たのすけの乙女と四代目、中村主観の赤間現在門。ありがとうございます。